もしもし。伊達だ、桐生。大事な話がある。今時間作れるか？準備ができているならすぐに来てほしい場所がある。どうだ？ああ、大丈夫だ。よかった。ドンピシャのタイミングだ。じゃあ、これからセレナに来てもらう。セレナ？カムロ町まで来いってことか。じきにそこへ秋山がゲストを連れて行く。俺がお前に会わせたい最後のゲストだ。誰かわかるな？本当にハルカなのか？ハルとも一緒だ。沖縄から出てきてもらった。まだお前が生きているとは伝えてないが、あいつらもきっと喜ぶ。お前以上にな。伊達さん、あんたいつからそのつもりだった？ん？あんたの目的はずっと最終的に俺とハルカを合わせることだったんじゃねえのか？だがこいつは誰がどう見ても大道寺との約束を破ることになる。苦情があるなら後で聞く。とにかく今は後先なんか考えずセレナに行け。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。これが最後のチャンスだ。行かずに後悔するより行って後悔しろ。いいな、必ず行くんだぞ。もしおじさんに会えたらどうするですか？なんでそんなことを聞くんです？秋山さん、どういうことなんですか？今日は伊達さんと集まるだけじゃ。例えばの話だよ。俺はずっと言ってたよね。あの桐生さんが死んだなんて全然信じられないって。だから、もし桐生さんが生きていたら、きっと今日みたいな日にフラッと現れるのかも。はるかちゃんとはるとくんがカムロ町に来ているこんなタイミングだね。もしかして、来るんですか？おじさんが、ここに？そうだよ。って言ったらどうする？また元の質問に戻っちゃうけど。もしもおじさんがここに来るなら、生きてまた会えるなら嬉しい。でも嬉しいけど、私はきっと自分たちの弱さを思い知らされる気がする。え？私や朝顔にいた子供たちは、おじさんが死んだと言われてからもう何年も経ちます。おじさんがもし万が一生きているにしろ、天国にいるにしろ、おじさんに見られて恥ずかしくないように支え合ってきました。中にはもう自分の力でお金を稼いで立派にやってる子もいます。みんないつもおじさんの強さに憧れて、くじけそうな時にも歯を食いしばってきました。だから
おじさんに会いたいって気持ちを私は簡単に口にすることができません。多分この先もずっと。そんな、はるかちゃん。強くなったんだな、はるか。さすが弓の娘だ。お前ら大道寺一派か。ずっと監視の目は光らせていましたよ。花輪は死んでも我々は健在です。あなたの余命がわずかであることから我々もつい手綱を緩めすぎてしまった。何をしても見逃してもらえると勘違いさせてしまったように思いますよ。何が言いて。あなたのお友達伊達刑事のことでお話が。約束を破ればペナルティがつく。ただそれだけの簡単な話を彼が理解してくれないんです。まったく困りました。ですからあなたからちゃんと諭していただけませんか。そうすれば今回のことは全て水に流しますよ。お前ら伊達さんに何をした。彼のところへご案内しましょう。伊達さん。おい、大丈夫か伊達さん。桐生一馬の名を葬る代わりに大道寺一派はあなたやあなたの近辺の脅威にならない。伊達刑事もその約束を交わす場に立ち会った人間です。ペナルティを受けるのは覚悟の上だったでしょう。キリュウ、お前なんだ伊達さん。よう、どうだった。はるかには会えたのか。よかったですね伊達さん。キリュウさんがもし沢村はるかと会っていたならこの程度では済まなかった。今頃あなた東京湾で魚の餌になっていましたよ。お前会わなかったのか。なんで。あいつはもう自分の足で立っていた。俺の出る幕じゃねえ。それが分かっただけで十分だ。あんたのおかげだよ伊達さん。ありがとな。いくら感謝しても足りねえ。キリュウ、カタキは俺が取らせてもらう。頭を冷やしていただきましょうか。先に約束を破ったのはあなた方です。我々にそんな目を向けるのはお門違いですね。伊達さんは言っていましたよ。あなたの命は残りわずか。だから最後くらい好きにさせてやってくれと。最愛の人と一言別れの挨拶をするだけだと。笑わせてくれますよね。あなたはもう桐生一馬ではない。これまでの人生は抹消された。約束は約束です。さあ
あなたの口で改めて言ってください。桐生一馬はもう死んだとね。それが我々と交わした約束のはずだ。あんたは随分組織の意向に忠実らしいな。同情する。どういう意味だ。俺はハワイからずっと大道寺の任務で動いていて、そいつはまだ完了していない。だから当然あんたに俺を殺す許可は出ていないだろ。俺を止めるには殺す覚悟がいるのにな。おい、今のが俺を殺せる最後のチャンスだった。組織のことを考えて一瞬判断が遅れたせいだ。お前らこれから俺のダチ以上に痛い目を見る。だから同情すると言ったんだ。あんたは取り返しのつかないことをしてるぞ。とんでもない間違いをしでかした。終わりだ、キル。生きてるな、伊達さん。重病人のお前より先に死ねねえさ。すまねえ。あんたをこんな目に遭わせたのは全部俺のせいだ。こうなることも予想はできたはずなのに、あんたに甘えちまって遥にも会おうとした。相手が誰だろうと自分から言い出して約束を破った。そのツケをあんたが払わされたんだ。何度も言ってる。俺が好きでやったことだ。来るな。俺を殺しても組織には隠しきれんぞ。安心しろ、殺しなんてしねえよ。今回の件は全て俺に非がある。お前らのミスは俺じゃない奴に資料を吹かせたことだ。それさえなきゃ俺は何をされても文句なかった。そんなたわごとで自分を正当化できるとでも。いや、だがあいにく謝って責任を取ろうにも俺にはもう何もない。できることはせいぜい約束をし直すことだけだ。俺はもう二度と遥や他の友人たちに会おうとすることも連絡を取ることもない。清流会やパレカナの件が片付いたら春日たちの前からも姿を消す。そう誓うよ。伊達さんと会うことももうない。キリュウ、今度あんたが大道寺を軽んじれば真っ先に伊達刑事が死ぬことになる。そう肝に銘じておけ。我々はそれを伝えに来た。まったくそんな役回りだったよ。ああご苦労なこった。手当てできるところまで送らせてもらうよ。だがあんたともこれで最後になる。
ったく、この年になってまだこんな目に遭うなんてな。ああ、もう無理はすんなよ、伊達さん。せめてお前が遥と別れを済ませてたんなら痛い目見た甲斐もあったんだがな。本当にいいんだ。実際俺の気分は晴れ晴れとしているよ。子供を育てるのは独り立ちさせるためだ。遥や朝顔の子供たちはもう十分強い。俺から教えられることはこれ以上何もねえし、そいつを見透かされる前に消えるのがいいんだ。潮時だったんだよ。俺が広島で死んだとされたあの時がな。そういやな、さっきセレナにいる遥と秋山には連絡したんだ。俺は交通事故に遭ったから遅れるってな。交通事故か。確かにその面じゃ他に説明がつかねえ。驚いてたよ。特に秋山はお前が来ねえと察して後で俺にいろいろ聞いてくるだろう。俺が詫びてたってそう伝えといてくれ。そいつはお前の口から聞きたがるはずだ。絶対また拗ねるぜあいつ。ああ目に浮かぶな。もう行くよ。そうか。気分が晴れ晴れしてるって言ったよな。もうこの世には何の未練もなくなったってか。だったら俺はそんなつもりじゃなかった。どんな病気だろうがお前は受け入れすぎてるよ。悟ったような顔して死ぬことを怖がってねえ。けどな、最初から勝てねえと決めてかかるのはだーま俺の知ってるお前じゃない。勝ち目のない戦いでも前に進み続けるのが堂島の理由じゃねえか。病気と戦って勝つ確率は何パーセントだ。ゼロよりはほんの少しでも高いはずだぜ。そうだな、確かにそうだ。この何日かで昔のお前を知る連中と何人も会った。みんなお前の戦う背中を目に焼き付けてたろう。人生の辛い時もそいつを思い出すことで自分を奮い立たせてたんだよ。彼らはこの先もきっと上りのきつい坂道を前に足を動かすことをためらう場面が来る。そんな時にもし桐生一馬が死という壁にさえ立ち向かったと聞いたらきっと勇気をもらえるはずだ。お前にはそうやって周りを励ます力がある。いや、戦いを続けるのは今までずっと強さを示してきた者の義務じゃねえのか。俺はそこまで言われるほど強くねえよ。だってさ、あんた俺を買いかぶりすぎだ。そんな弱々しい声出したって無駄だ。俺はお前を一番長いこと間近で見てきた。お前が波の男だと思ってたらこんな無茶言わずにそっとメイドに見送ってやるとこだったよ。だけどな、お前のことをそうやすやすとは諦められねえ。なんせ俺にとっちゃお前は
人生で一番の親友だ。ありがとな。あんたが今くれた言葉、今日まで俺にしてくれたこと全部心から感謝する。確かに俺はもっとあがいていいのかもな。もう少し生き続けていいのかもしんねえ。だが自分の名前すら名乗れねえ妖精だ。そんなもんのために戦う価値があるのか。生きてさえいれば絶対に希望はある。何が起きるかわからねえ世の中だ。お前が諦めない限り桐生一馬は戻ってこられるよ。要は意志の問題だ。いつかあんたのその思いに応えられたらいいな。本当にそう思ってる。今はそれで十分だ。まだお前にはやるべきことがあるんだろう。うん。春日一番に力を貸している。ってあいつも手のかかる男だからな。あばよ、達者でな、伊達さん。ああ、あばよ、桐生一馬。俺の親友。